十字路1プロローグたびたび来た道だがやはり都会の大道路とは違っていた伊勢正吾は運転に注意力を集中しなければならなかった隣に揺れている晴海の温かい体 愛人でなくてはできない一種無遠慮な接触彼女の特徴のある体臭それと窓から忍び込む山の匂いとが物懐かしい調和をなしていたがそれを彼は半分の注意力でしか味わっていなかったあなたはいく度もいらしたのね私こんな山のドライブ初めて。 怖いよね。こちらが我が谷ですもの。時々車が道から外れそうに見えてドキッとする。大丈夫落っこっちゃ嫌だわ。まだ。今日は社長秘書の晴海ではなかった。誰も聞いているものがないので思い切って存在な口を聞いた。伊勢の方でもそれが楽しかった。 うん。まだ一緒に死ぬのはね。だが、いい景色だろう。ほら、見てごらん、あの水の美しさ。岩の形。あれ、きっとエボシ岩って言うんだぜ。今は聞けないが、春から夏にかけては小鳥の声が素晴らしい。あら、危ないもっと気をつけて。曲がり角ばっかりね。 アルミの体を知ってから一年に近いだが不思議とこの女には飽きなかった共進者の名ばかりの妻よりもアルミこそ本当の妻だと思っていた彼女にはそういうところがあった若い秘書などに似合わぬ細かい心配りのできる女だった十二月に入っていたが ううらうらと晴れ渡った暖かい日曜日だった一度晴海に富士瀬の石材工場の跡を見せる約束だったので今日をそれに当てた晴海は女学生がピクニックにでも行くようにはしゃいでこの日を楽しんでいた青梅街道を多摩川沿いに矢沢町に出て それからジグザグの山道を藤瀬ダム工事場の横を通って藤瀬部落に出る道順であった車はしばらく渓谷を離れて峠道とでもいうような上り坂に差し掛かった刻一刻眺望が広くなっていく立ち並ぶ杉の巨木の小杖が層をなして目の下に見渡せる ほらあそこに見えるのがダムだ。恐ろしく大きなもんだろう高さ80メートル。ダムとしては中型だけれど、丸ビルの2倍半だという。どれほどコンクリートを使っているかわからないね。もうほとんど出来上がっているが、水入れにはまだ間がある。水が入ると、あれから上手は大きな湖水になってしまうんだ。 まあ雄大,、ね、大仏様を見た時と同じ気持ちだわ来てよかった山っていいわね東京のいろんなことすっかり忘れますわうん忘れた方がいい今日は一日ただ楽しく遊ぼうやがて 道が本堂から逸れて下りり、坂になり近く腎臓湖の底に沈む運命の藤瀬部落に入っていったかつて伊勢が経営していた石材工場からトラックで藤瀬石を積み出した道であるこの辺はすっかり湖水になっちゃうのねあらあんなところにまだ家が残ってますわ。 あれも無論立ち退くのでしょうん。のん、ええ、のかんのと言って立ち退きを遅らせているんだ。この部落には50軒ぐらいしか家はないんだが、その大部分は立ち退いてしまった。そして家も壊して材木にして運んでしまった。だがまだ4、5軒残っているだしい。でも立ち退くことはみんな決まっているんだ。 先祖代々の土地への執着だね。墓場まで移転するんだからね。無理はないよ。さあ、この辺で降りて歩いてみよう。お弁当持ってきましょうかうん。そのサンドイッチのカゴを下げていくといい。ウイスキーは僕のポケットにあるからね。どっかその辺でピクニックランチと行こう。 伊勢は四十を越したばかりだが年寄りは老けて見える方であった伊勢商事の社長としてはその方が何かと都合がいいのだけれど25歳の年寄りはずっと若く見える秘書の晴美には親子というほどではなくてもやはり引け目を感じていただから晴美の全く年齢の差を意識していない愛情がひとしおうれしかった。 デコボコ道を二丁ほど行くと、向こうに大きく山肌の露出しているのが見えた。美しい六章色の岩山である。あれが、昔の僕の石切り場だ。あの青いのが、蛇紋岩の一種で、藤瀬石というのだよ。工場の建物は取り払ってしまったので、昔の面影はないが、 これは僕の副業でね。相当盛んにやっていたもんだ。ほら、切り出した青い石がまだあの辺に転がっているだろう。建築材料になるんだ。あなたもダムの被害者ね。うん。まあ、損害だね。東京都に交渉して買収費は相当出させたが。 事業を続けているののと比べれば引き合うものじゃない右手に大きな石ころの瓦があって広い川が流れていた富士部落そのものが渓谷の底のような山あいにあるので川も渓流ではなくて平地の川と同じに見えた。 瓦原の石ころも美しい六章色のものが多かったどうあの川のそばでお弁当を開きましょうかうんよかろうあそこの大きな石がいいあれに腰掛けて休もう空は青々と晴れ渡っていた冷え冷えとした山気は感じるものの 太陽の直射光線は熱いほどだった二人が腰掛けた六畳色の大石もほかほかと温まっていた弁当かごからサンドイッチを取り出して二人で分けるのも楽しかった伊勢はポケットの銀のウイスキー瓶を出してちびちびやり始めた君もどうええ。 はるみは酒は飲めなかったけれどウイスキーが喉を通る時カーッとするのが好きだと言っていた川の水は透き通って石ころの上をさらさら音を立てながら流れていた小さな魚が敏しょうに泳いでいるのが見えた 正面に鷲の巣山がそびえていたやわらかい山陽が陽光にかすみ立って緑よりは青に近い色に見えた河原から立ち上る影炎に山裾がゆらゆらと揺らいで見えた奥様いつお帰りになるのでしょうね。 はるみがうつろなめで向こうの山を見ながら独り言のように言ったその話はよそう伊勢は現実に帰るのがいとわしかったそのまま二人は黙り込んでいたうららかな陽光が急にどす黒くなってくるような感じだったでも 私はいけない女じゃないのかしら。奥様があんなお手紙をくださるの無理ではないのじゃないかしら。よ、そう。君は何も考えなくていいんだ。僕だけが考えてればいいんだ。みんな僕に任せておけばいいんだ。妻のとも子は悪女ではなかった。しかし愛し得ない女であった。 41歳の伊勢と5つ違いの36だったがおしゃれを少しもしない男みたいな性格なので年よりも老けて見えたその上彼女はある意味で夫よりも金持ちであった伊勢商事の資金は絶えず運転していたからまとまった現金となると銀行から借りるほかはないのだが。 は親譲りの土地と株券と預金を握っていたいつでも現金になるものを握っていたそして今ではそれを伊勢の事業につぎ込むことを固く拒んでいたあいつは僕よりも日蓮京の日野美琴様が大事なんだ日野美琴様に御サを捧げているんだ 僕なんかどうだっていいんだ。だから僕の都合なんか無視して日のみことのために不況に歩き回っている。今度は静岡だが、静岡に支部を作るんだと言って夢中になっているんだ。いつ帰るのか知れたもんじゃない。その話はよそうと言いながら、つい鬱憤を漏らさないではいられなかった。 でもそれは、あなたが愛してあげなかったからじゃないのでしょうか。奥様はあなたの代わりに日輪郷を愛していらっしゃるのじゃないでしょうか。でもそれで本当に満足できるわけはないわ。だからあなたにも、あたしにも、あんな手紙をお出しになるのよ。奥様はあたしを憎んでいらっしゃる。あたしを愛してくださるあなたを憎んでいらっしゃる。 そして復讐をしようとしていらっしゃるのだわそれは晴海の言う通りに違いなかった智子が旅先から2人によこした手紙は狂信者の呪いに満ちた不気味な内容のものであった「お前たちには遠からず日の美と様の神罰が下るであろう」 私は巫女様のお告げを度々受けているお前たちは今にきっと思い知る時が来るであろうというまがまがしい文面であった伊勢はこちらから協議離婚を申し出たことも一度や二度ではなかったしかし智子はその度に断固としてこれを拒絶した別れられるものなら別れてみろと 恐ろしい呪いの言葉を気違いのように口走った人一,一倍世間体を気にする伊勢はそれでも別れるとは言いかねたまるで養子みたいに見えるが僕は養子じゃないいつかも話したように親戚の者がやかましく進めて持ち寄り書体を作らせたのだ。 そりゃあ青年時代に智子の父に学士の厄介になったことはある。先方では養子に従っていた。しかし僕は養子だけはどうしても嫌だった。対等の結婚ならということでしぶしぶ承知してしまった。それが僕の一生の失敗だった。だから社長さんは、あら、ごめんなさい。 社長さんなんて二人の時には言わない約束だったわね。だからあなたは、そういう意味で不幸な方だから、私こうなったのよ。ありがとう。ご同情くださいまして。あら。でも本当に、死ぬほど好きなんですもの。女の方からもたれかかってきた。 伊勢はすぐに両手を背中に回して抱きしめ唇を合わせた女のきめの細かい顔がウイスキーでほんのり赤らんでいたあの好もしい大衆がくすぐるように襲ってきた青空の下雄大な山景を前にして美しいせせらぎの傍ら 密閉された部屋の中に比べて大自然の中での二人きりというものが都会人の伊勢にはもの珍しく異様な魅力であった世間の絆から全く解放され自然の子に帰ったような不思議な楽しさであったしばらくして。 二人は石切り場の方に向かって肩を並べて歩いていった別に景色がいいわけじゃないがお名残によく見ておきたいのだよ六七年の間僕の工場があった場所だからねええ私も見たいわあなたの工場の跡ですもの 石ころ道の傍らに一村の木立があったその木立の向こうに何か物の動く気配がした「おや?」と思っているとそこから汚い大きな白犬がのっそり現れてそのあとから一人の人間がぬーっと出てきた「無人の京都ばかり思っていた二人はそれを見てぎょっと立ち止まった。 カーキ色のズボンに茶色のジャンパーを着て髪を汚く伸ばしたむさ苦しい三十四五の大男であった都会ならルンペンという感じだが山奥ではこれが普通の服装かもしれない顔は日に焼けた田舎者であったその大男はニヤニヤ笑いながらこちらへ近づいてきた そしてぴょこんとお辞儀をしたい,いえお天気様で田舎者にしても変に間延びのした口の聞き方だった顔も締まりがなくなんとなく常人でない感じがした君はこの部落の人ですかはい先祖代々 ここのもんだよ。だから、ほら、ここが海になるのが悲しくって。ニヤニヤ笑いを引っ込めて、本当に悲しそうな顔をした。うーん、そりゃあ気の毒だね。しかし、気の毒なのは君ばかりじゃない。私はこの石切り場の持ち主だが、 私も工場を潰されてしまったよ。この部落の人たちはみんな気の毒だ。しかし、もう諦めるんだね。そしてどっか他の土地へ落ち着くんだね。うんにゃあ。おら、諦められねえ。水が来るまでここにいるだ。おら、一人ぼっちで。 ご先祖様のほかに話し相手はねえだからお墓のそばは離れねえお墓が水浸しになるまでここにいる大男はそこにしゃがんで白犬の頭をなでながら下を向いて陰気な声で言ったそうか無理もないねえ 君は双親も女将さんもないのか。全くの一人ぼっちなのか。それじゃあ先祖のそばは離れにくいだろうね。しかし仕方がないよ。みんな諦めたんだ。君も諦める他はないね。ご先祖のお威灰を大事に持ってどこかへ立ち抜くんだね。立ち抜き料は受け取っているんだろう。 金に換えられるもんじゃねえ。おら、金なんか一文もいらねえから、ここにいさしてくれって、百遍も頼んだ。だが、どうしてもいさしちゃくれねえんだ。うん、いさしてはくれない。どうにも仕方のないことだねえ。気の毒だが、諦める他はない。 新しい土地で新しく出発するんだね。まあ、体を大事にしたまえ。伊勢はその辺で切り上げて歩き出した。晴海は涙ぐんでいた。かわいそうな人ね。少し足りないらしい。それだけに頑固な執着心があるんだ。 これもダムの悲劇の一つだろうね大男は二人が歩み出したのを見て後ろからまたぴょこんとお辞儀をしたが白いのを従えてのそのそと送り狼のようについてくる無人の京にたった一人で残っていてはやっぱり人懐かしいのであろう 近寄ってみると石切り場の跡は雄大な風景であった大きな山が削り取ったように六く色の岩肌を露出していた切り取った跡が段だ々んだんになって山腹に青いピラミッドをはめ込んだ感じであったその前に大きな池のような深い穴がいくつも口を開いていた。 その中も段々になって、石を切り取った痕跡がはっきりと残っている。まあ、綺麗。ローマの廃墟みたいね。ほら、石の段々が見物石になっている野外劇場があるでしょコロシウムかいなるほど。そういえばあれに似てるね。 藤石といえば関東では随分重宝がられたもんだこれが湖水の底になるのかと思うとやっぱり残り惜しいねうわ危ないそこに古井戸があるよまあこんなとこに井戸が工場で使ってましたの晴海はその井戸を覗き込んだ 井戸川も何もなくて切り出した藤瀬石の角材で囲ってある三メートルほどの深さだがそこには石ころが溜まっていて水は見えなかったうんこれは工場の建物の中にあったんだよしかしもうずっと前から水が枯れてしまって使い物にはならなかったまあ たくさんの石だことこれみんなあそこから切り出したんでしょうこのまま放っておくのもったいないようだわその辺には角材の富士製石がゴロゴロ転がっていたみんなクズ石だよそれと工場の建物の土台石がそのまま残っているんだ 質のいいのはみんな運んでしまってクズばかりだよいつまで立ち尽くしていても再現がないので2人は自動車の方へ引っ返すことにした伊勢は石ころ道が危ないので晴海の手を引こうとしたが遅かった晴美は「あっ」と小さく声を立てて倒れていた急いで駆け寄って抱き起こした 別に怪我はしていなかった靴のヒールがもげたのよはるみは顔をしかめて起き上がった左の靴のハイヒールがポロンともげて落ちていたこの石ころ道にハイヒールは無理であったローヒールを履いてくればよかったねええ つい気がつかなかったわまだその近くをうろうろしていた最善の大男がニヤニヤしながら近寄ってきたやっぱり大きな白犬がお供をしている奥さん、怪我しなかったかねおお、靴の底が取れたのかそれじゃあ歩けないよ おがぶってやろうはるみはなんだか薄気味が悪かったありがとうでも大丈夫よ伊勢に手を取られてビッグを引きながらゆっくり歩いた自動車までの二丁ほどの道に十分もかかった 東京を出る時にはピカピカ光っていたキャディラックの車体にうっすりホコリが積もっていた晴海はやっぱり運転席の伊勢の横に座った車は凸凹道を揺れながら動き出したまだ二時前だ明るいうちに東京に着けるよまだそんな時間なんだか名残惜しいわ あなた明日はまた社長さんなんですものまたドライブしよう君がよければ日曜ごとにドライブしてもいい晴海は,るみは奥さんがうちにいる時はとても遠出なんかできないと思ったが口に出しては言わなかったそして名残を惜しむように振り返って後ろの窓をのぞいた あらさっきの人まだあそこに立っているわニヤニヤ笑っている悲しい笑い顔だわ伊勢も振り返った大男は3 0ルほど後ろに棒立ちになってじっとこちらを見送っていた白犬もその横にちょこんと座ってこちらを見ていた 晴の言うとおり地方のような締まりのない大男の笑い顔に言い知れぬ哀愁が感じられた「俺はあの男にもう一度会うことがあるだろうきっともう一度会うだろう」伊勢は不思議な予感に打たれたそれは 少々たる秋風を連想する暗い物寂しい予感であった伊勢正吾とその女秘書の沖晴美とが富士瀬ダムへドライブした同じ日の夕方商業美術家の増下幸彦は銀座裏の喫茶店ブルーの2階の窓際に席を取って 人顔に下の人通りを眺めていた青空の日曜日斜めになった日差しが白っぽく街は紫色に霞んで見えた通りの向こう側に有名な靴屋の店があったその隣は贅沢品ばかり並べている洋品店それから有名な洋菓子店 その向こうに細い路地の口が開いていて洋菓子店の3階のコンクリートの壁から「南探偵事務所」という小さな看板が下がっている探偵事務所っていうものはこんなところにあるのかな薄汚れた貧弱な看板だな菓子屋の2階か3階が菓子事務所になっているのかしら それともあの路地の中かなあ銀座界隈は知り抜いているつもりでもこんな見落としがあった幸彦はこの見落としを強がってしばらく看板から目を離さなかった大型の立派な自動車がスーッとやってきてすぐ向こう側に止まったいい車だなあ。 キャディラックだ。それにしてもあのホコはどうだせっかくの高級車が台無しじゃないか遠くへドライブした帰りだな見ていると銀ンネズ色のオーバーを着た重役タイプの男とグリーンに近い目の覚めるような色の裾の広いオーバーを着た若い女がこの車から降りて靴屋の店へ入っていった。 男は女の手を引いていてた。女はその手にすがりつくようにしていたそれはただ甘えているというのではなくて足でも痛めて男にすがらなければ歩けないという感じであった2人が降りた後の運転席には誰もいなかった自分で運転して水いらずのドライブというわけか。 <laughs> それに女もなかなか美しいあの男は幸福そうだな商業美術家の幸彦はかなり豊かな暮らしをしていたけれどキャディラックには程遠かった恋人の吉江を今の女ほど幸福にしてやれないことを意識下で嘆いていた よっちゃん遅いなあ何をしているんだろうだがそう思った時にはすでに町の向こうから歩いてくるよしえの姿を目の隅で捉えていた彼女はエンジン色のやっぱり裾が広くてひだの多いオーバーを着ていた急いだためか少し蒸気しているように見えた 彼女の癖の活発な歩き方でオーバーを左右に揺るがせながら颯爽としてやってくるさっきの女よりもよっちゃんの方がずっと新鮮だかわいいなあだが甘い顔をしちゃいけないこんなに待たせたんだから少し怖い顔していなくっちゃ彼は冷たくなったコーヒーをぐっと飲み干して ゆったりと椅子にかけ直しタバコをくわえてライターをパチンと言わせたしばらくするとよしえが階段を上がって息を弾ませて近づいてきた「待たせたでしょ!」つんと上を向いたかわいらしい花唇の花が開いて美しい歯でニッと笑ってみせた。 三十分待った。懲りたね。もう君とは約束しないよ。あら、ごめんなさい。兄さんの誕生日の贈り物を買っていたの。これどう吉江は雪彦と並んで腰掛け、小さな四角い紙包みを出してみせた。兄さんは大事だからね。ええ、そうよ。 だから僕なんか、いくら待たせたって構わない。あら、そんな意味じゃないわ。意地悪ね。でも、ごめんなさいね。大正堂が待たせるんですもの。ちゃんと約束しといたのに、彫刻が仕上がっていなかったのよ。すぐできるというもんだから、つい待ってしまったの。ね、機嫌直して。そう言って、いたずらっぽい目をしたかと思うと、 肩で幸彦の肩を柔らかく押したダメだ君には怒れない今のは僕の虚勢だよ甘い顔ばかりしてちゃいけないと思ってねへへへ彼も肩でぐっと押し返して親愛の情を示したそうだろうと思ってたでもちょっと怖かったわ そこでぐっと声を落として「あなたっていい人ね」そして照れ隠しのようにクスクスと笑った幸彦は紙包みを解いて平べったいサックを取り出していた「シガレットケースだね」うんそうよ。純銀のを奮発したの。 ビロード張りのケースの中に銀無地の十本入りのシガレットケースがピカピカ光っていた鏡のように顔が映った幸彦はそれを手に取ってパチンと開き内側の彫刻を見た「愛するお兄様へ Y」か「よしえも Y」もワイ「幸彦も Y」 まあそうねだったら2人からの贈り物にしてもいいわ僕にもお兄様ええそうなるんですもの2二人は目を見合わせてにっこりしたどちらも美しかったよしえは思い出したようにコーヒーに口をつけながら感慨深い顔になって いつものことを言い出した。兄さんにお話、いつしてくださるもう少し待って。今、兄さんご機嫌が悪いだろう。何かいい評判が新聞に出るか、兄さんの絵が売れるかするのを待ってるんだがね。だって、来年の春には私たち結婚してアパートを借りるつもりじゃない ぐずぐずしてたら間に合わやしないわ。あなたって兄さんが苦手なのね。わかってるわ。雪彦は図星を刺されて渋い顔をした。実はそうなんだ。り介君くんは本当の絵描きだよ。ある意味で天才だよ。同じ絵描きでも、 商業美術で金儲けをしている僕なんかとは比べ物にならない。だからそれは尊敬しているんだ。だが、兄さんの方で僕を軽蔑している。いくら天才でも抽象派の絵なんて売れやしないからね。その厄みもあるんだ。だから一層僕を軽蔑してみせるんだよ。本当を言うと僕は兄さんに言い出すのが怖いんだ。 あの人が嫌だと言ったらもう取り付く島がないからね。つまり、君の兄さんと喧嘩になることを恐れているんだ。それはわかるわ。わかるけど、このまま黙っていることはできないでしょやっぱりお話ししてくださる他はないわ。幸彦は頭を抱えてじっと考え込んでいたが、ふと調子を変えて、 君からは何も話してないんだね。兄さん気づいているだろう。ええ、多分。でも兄さん子供みたいな人でしょ絵のこととお酒の他はまるで無関心でしょ細かいことなんか何にも気がつかないのよ。ですから、私が洋裁のデザイナーで稼いで婚子を貯めていても、私が25にもなっても、 結婚のことなんか一口も言わないのよ。自分も独身で平気だから、妹も独身で差し支えないと考えているらしいわ。わからず屋の兄さんだわ。それに、あんなにお酒を飲むでしょそして、町の与太門なんかと喧嘩したりするでしょあたし、雪彦さんに申し訳ないわ。たった一人の兄さんだけれど、憎らしくなることがあるわ。 でも、君たち兄弟は羨ましいほど愛し合っている。僕は兄さんが妬ましくなることさえあるよ。だから、可愛い妹の幸福のためなら兄さんも譲歩するだろうとは思うんだが。しかしなんだか話しにくい。君の言う通り苦手なんだね。でも、勇気を出してくださらなくちゃ。 私もそれとなく兄さんに分からせておくから、一週間ぐらいのうちにぜひ話してくださらないねえいいでしょいつまでぐずぐずしてても再現のないことですもの。うん。そうしよう。本当にぐずぐずしてたって仕方がないからね。約束するよ。来週中にはきっと話す。だがね、 話した上で兄さんが不祥事だったらどうするあたしも一生懸命に頼むわ。それでもダメだったら決心します。兄さんと別れます。兄さんがかわいそうだけれど仕方がないわ。そして、あたしだけの意志で幸彦さんと結婚するわ。幸彦はまた頭を抱えてうつむいてしまった。 深い感銘に涙ぐんでいたそれがヨシエにも分かったので彼女の目も潤んできたしばらくしてユ彦はさっと顔を上げて元気な調子になっていったよしそれで決まった今日はもうその話はよそうそれよりご飯を食べに行こう今日はランラン亭の敵にしようね いつか君が美味しいと言ってたそれからこれだポケットから札入れを出しそこから二枚のチケットを抜いて吉江の前に並べたまあ定劇のシネラマね特等席だわわあ素敵吉江はいつもの可愛いい笑顔になって手を打たんばかりにはしゃいだ そして二人は喫茶店を出ると肩を並べて銀座の表通りへ出て行った彼らが曲がった角にこのごろ開かれた銀座画廊があった壁の一部がガラス張りになっていて中がよく見えた大将の油絵が美しい額縁に入れて掛け並べてあった もう薄暗くなった夕方で客の姿はほとんどなかったが美術家らしい服装の人たちが二三人残っていた幸彦と吉江はその前を何の気もつかず通り過ぎていったが画廊の中の美術家のうちに偶然吉江の兄の相馬良介がいたそして彼の方では ガラスの外を通りかかる妹たちの姿に気づいていた乱れた長髪骨張った青ざめた顔形の崩れたルパシカ風の黒コールテンの上着膝が袋のように膨れて白っぽくなった同じズボン額に垂れ下がった長髪の中から大きな目が軽々と輝いていた 彼は二人の姿に気づくと、はっとしたようにガラスに近づいて、まるで化石にでもなったように身動きもしないで彼らの後ろ姿を見つめていた。その目には、何かしら嫉妬めいた感情が動いていた。